モーニングジャム。トリフォおもろい家族。この時間は草と共に生きるオレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切り箱店から霧の中地まな板プレゼント。この霧の中地まな板、霧のまな板ね、使ったことないっていう人多いと思いますけれども、はい、実は軽くって取り回しがすごく楽なんですね、うん、それから素材が柔らかいので、はい、包丁仕事するときに疲れないっていう特性もあるそうです。そして大賞ノミネート作品の中から抽選で3名の方に霧の中地フォトフレームプレゼント。これね、なくなり次第終了ということなんで、はい、皆さんぜひ頑張っておもろい家族にメッセージをお寄せください、はい、そしてなんといっても今現在このモーニングジャムはウエストで夏のうどん祭り開催中。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、本当にできるかどうか危ぶまれたんですけれども、はい、まあ緊急事態の宣言も解除されてね、それで新しいスタイルにはなるけれども日常を取り戻していこうということでリクエストもたくさんいただいたので、はい、夏のうどん祭りを始めました。今回私が慎んで皆さんに提案申し上げるメニューは牛トロお揚げのつけ汁うどん、麺が水の中で泳いでるスペシャルごぼ天付き、略して中地つけ汁、倍麺もあるよっていうことでね、うどん本来のおいしさを楽しんでいただこうということで、熱々のつけ汁の中には肉うどんの肉、ふかふかのお揚げ、長ネギ、そしてとろろ芋、そこにね、ネギと天かすをお好みで入れてください。茹で上げた麺を一旦冷たく締めてね、水の中に涼やかに泳がせて、はい、それで熱々のつけ汁にくぐらせてツルツルっといったらもう最高ですよ。また食べたくなってきました10人が食べて10人が美味しいって思えるような味だもんな。間違いないです。日本人全員好きっていう感じの味で、はい、途中でね、柚子胡椒を入れて味変するのもいいです、はい、それからね、リスナーが考えたアイデアを結集させたのがコーンとオクラのかき揚げがついたトマトたっぷりなんとなくラタトゥユうどん、細麺、略してグラッツイタリア。まあね、ラタトゥユがフランスだったっていうそういう話は置いといて置いとけねえだろ対策立ててますから。インスタで拝見しました。対策を立てています。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。連絡がインスタっておかしいだろしかも拝見しました、おかしいからトマトソース、はい、トマトスープを和風だしで味付けたっていうね、はい、で細麺なんですけれどもツルツルシコシコで美味しいんですよ。でそこにね、ナス、ズッキーニ、パプリカ、黄色と赤、そしてかき揚げがコーンとオクラっていうね、これがまた美味しいんですよ、はい、ぜひね、よかったらね、楽しんでいただければというふうに思います。はい、では、今日のおもろい家族、そうだな、まずはこれから行きましょうか。男性の方からいただきました。中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。先日ラジオで消防士が主人公のアニメが話題になっているという話を聞いて思い出した今から10年ぐらい前のエピソード。いつものように仕事していたらなんか外が騒がしい、なんだろうと思って外に出てみたら隣のアパートの1階にあるコインランドリーから黙々と煙が出ている。え、大変だ、火事だ。確か上の階には小さな子供たちも住んでいる、また消防車も来ていない、自分が何とかしなければと職場にあった消火器を持ってコインランドリーに突入しました。今思うと本当に無謀な行為。コインランドリーの中に入ると乾燥機からすごい煙、消火しようと乾燥機に近づこうとした時にその煙に包まれてしまって視界がゼロに、ホワイトアウトのような状態、まずい、周りが全く見えない、煙も少し吸ってしまってなんか体が重たくなって、あれ俺大丈夫かな、もうダメだと思っていると一瞬煙の隙間から外の明かりが見えたんです。それを目指して這いつくばって外に脱出、そしてそれと同時に消防車が到着、さっそとコインランドリーに突入する消防士さん、迅速な作業であっという間に鎮火、すごい、かっこいい、まるでヒーローだ。そしてその後ろで無様に座り込む私
いやでもねもうなんていうかねえもうとっさのことで体が動いちゃったんだろうな。そうですね。後で聞いた話ではぼや程度の火事だったらしいんですが、それでも怖かった。その晩妻にこのことを話したら、バカじゃないと、素人が火事場に飛び込んだら死ぬかもしれんとよ、まだ住宅ローンもたくさん残ってるのに、そこ妻は看護師をしていて、火事で怪我や火傷を負った患者さんの治療もしたことがあるらしく、火事の恐ろしさを身をもって経験しています。もう二度とこんなことせんでね、今まで見せたことのない真剣な顔で私を叱る妻。そして翌日家に帰るとなぜか満面の笑みで迎えてくれた妻。アパートのオーナーさんが昨日のお礼に高級なお菓子を持ってこられたとのこと。いやいや私無様に逃げ惑っただけですけどそしてそのお菓子は妻が大好物なお菓子だったみたいで、あなた次も頑張ってね。いや当たり前ですが、素人が火災が発生している建物に入ったら絶対ダメだということを思い知りました。本物の消防士さんたちは本当にすごいということ。アメリカとかでは消防士さんたちは子供たちのヒーロー的存在らしいですね。私たちの命や財産を守るために日々厳しい訓練に励んで命がけで火事に立ち向かう消防士の人たちに改めて感謝したいと思いました。ね、そりゃそうだよね、そうですね、さあそれからねこれもいきましょうか。面白いんですよこれ。女性の方、中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。夫の母のお葬式での出来事。マザコンだった夫は大好きだった母を亡くしてとっても悲しんでました。しかし楽しいことが大好きだった母のためにお葬式は楽しく笑って送り出そうと親族や友達の前で明るく振る舞ってました。挨拶の前、喪主を務める主人は親族の前で普段からやっているビートたけしさんや矢沢永吉さんのモノマネで挨拶の練習をしてみせたり皆さんどうもありがとう笑わせていました。俺モノマネで挨拶する気ねと言って散々みんなを笑わせ、いざ挨拶が始まったら主人は話を始める前から鼻をすすりながらしく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 泣き始め、そしてワン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 泣いてもう止まらないんです。散々挨拶の前に笑わせておきながら最後は号泣。私も親族たちも笑ってはいけないと我慢していたけど ね、みんなに挨拶で笑わせてやると言わんばかりに前振りしておきながら、結局しくしくワンワン最後は号泣し、違った意味で笑わせられました。お葬式で笑うなんて不謹慎に思われるかもしれませんが、母は天国でまたばっかばっかしバカらしいことばっかりしてと笑っていると思います。そして夫はいるだけで周りを明るく元気にできる人なんだなと改めて思いました。素敵ですね。特にね、大好きだったお母さんがっていうことでね、やっぱ、はい、なんていうかもうその寂しさを紛らわすために皆さんにね、いや俺は大丈夫っていうことでね、はい、モノマネとかしておどけてらっしゃったんでしょう。そうですね。でももうな、挨拶したらもういろんなことを思い出しちゃってね、ダンカンバカ野郎おもろい家族パート2はお昼12時からです。